中山町の国指定重要文化財、旧柏倉家住宅で、ひな人形の展示が行われています。こちらは、江戸時代のおひな様。おびな、めびな、ともに穏やかな表情をしていて、切れ長の目と、ふっくらとした下方が特徴です。こちらは、明治時代のおひな様。黒目の大きな目は、光が当たると、生き生きとしていて、まつげも描かれています。口元には、お歯黒も。こちらは、大正時代のおひな様。様々な色合いの、上質な織物を重ね合わせ、優美な人形を作り上げたことが伺えます。仙台から来ました。最高ですね。普段こんなに近くで見えることないので、品物もすごいし。